今回恋する獣を役じゃないですか。で凶暴性を増した人格になるっていうあの役を演じてるので、1回目よりは2回目、2回目よりは3回目グレードアップさせていくにはどうしたらいいんだろう。白石さんの作品ってやっぱ異質な作品も多いので、今までやったことないお芝居、やったことない役柄、続編の匂いも多少します、ね、いや全然全然作れますよ。僕も一映画ファンとしてあのたくさんの映画をずっと見てきてる身として、白石さんの作品ってやっぱ異質な作品も多いので、その世界観に自分が入れるってなった時はすごい嬉しかったですし、いざ入ってみると今までやったことないお芝居、やったことない役柄っていうものをあの全力でやらさせてもらえるのでめちゃくちゃ楽しいですよ。うん、だからあの恋くれやって今度恋けだをまた白石さんとやれる、あの世界観に自分が自分が存在することができるっていうのは楽しくてしょうがない、うん、だからこれであの終わるつもりは僕自身は、まあ、思っておりませんよ。もうやれるならまた白石さんと一緒に面白いものちょっと作りたいなって思いますね。続編の匂いも多少します、ね、いや全然全然作れますよ。永遠に作れます、ね、これ作れますよ。もうこの恋シリーズはこの以前に白石作品っていうとなんかどういうのをご覧になってなんかどういうイメージがあって、あの僕その白石さんの作品も大好きですし、あの白石さんの作品に出てる宇野さん、宇野翔平さん大好きで、あの殺人ワークショップとかもそうですし、あの超悪人とか痛々しい目を背けたくなる描写が結構出てくるんで、でそれが、うん、とこんなにもなんだろうな、見てる側にダイレクトにうわっうわってくるのは、シャイさんがとことん音にこだわるんですよね。その鈍器で殴る音とか、何か刃物で引き裂かれる時の血が出る音とか、そういうところがめちゃくちゃ細かいんですよね。すっごい大事にあのする方なんで、今回しゃべるって余計に、そうなんですよ、音には特徴ありますもんね。だからそこで一気にあ の, のめり込める、入り込めるんで、そこ大好きです白石さんの。現場で白石監督と一緒に撮影されるっていうのはいかがでした？もちろんあの本を読んでお芝居をしてるので、話は流れは分かってて、こういう感じになるんだろうなっていうイメージを膨らませながらやってるんですけど、完成品を見るともう自分のイメージをめっちゃ超えてくるんですよ。だからそこがやっぱあの人がそのとにかく編集作業にもうめちゃくちゃ力を注いでる、すっごいこだわる方っていうのが、もう完成品を見て初めて分かるというか、芝居してる時には分からなかったこと、本を読んでるだけでは分からなかったことっていうのがもうまさしくもう完成を見た時に分かる。だからそれも参加してる楽しみの一つでもあります。おおって驚くんですよ。うおー、こういう編集でこういう音入れて、うわ楽しませてくるねーっていう。今回恋する獣を役じゃないですか、はい。一回恋のクレイジーロードで初めてその別人格が現れるっていう役を演じてるの で凶暴性を増した人格になるっていうあの役を演じてるので、まあ今回その獣になっていくっていう、一度経験はしてるので、変貌する変身するっていうのはプレッシャーっていうよりかは楽しみだなっていうので、うん、楽しみながらやって、変身する回数が多いんで、それを1回目よりは2回目、2回目よりは3回目っていう、もっと変身の仕方を異質に、そしてグレードアップさせていくにはどうしたらいいんだろう、ここでここの関節かって動かしたら面白いんじゃないかとか、悪い意味ではなくもう遊び、楽しもう、この役を表現するにあたって遊び心っていうものをちゃんと持ってやろうっていうのでやってました。いや、いい映画体験になると思いますよ。恋するけどもの見て、僕たちも本気でやってますけど、もちろん
本気でやってますけど、好きなものをあの楽しもうっていう思いでやってるので、やっぱ映画ってそういうものなのかな。大人が本気で遊ぶ、本気でしたね、みんな本気で遊んでましたね、本気で遊んでます